大丈夫？大丈夫か、ウェッジ。鈴木さん、俺の名前覚えてくれたっすね。早乙女さんが上で戦ってるし、手を貸してやって。鈴木さん、迷惑かけてすいませんっす。ナバルゾーン、斎藤、ウェッジを頼む。ってことはウェッジ生きてるのかな。斎藤、お願い。この近くにも私たちの店セブンスヘブンがあるの。そこにマリンっていう名前の小さな女の子がいるから。わかった、安全な場所へね。頭いいよね。ここは危険です。みんな早く柱から離れて。7番階から離れて。よし、行きますか。よいしょ。めっちゃうざかってるな。鈴木、やっぱり星の命なんてどうなろうと興味ないか。それより怪我は。ありがとう、鈴木。でも俺はいいから、早乙女が上で戦ってる。手を貸してやってくれ。わかったー。よいしょ。螺旋階段みたいな感じかな。おお。飛んでる。盗めるかな。盗めなかった。よいしょ。ミスかー。飛んでるから。おお、降りた。なんでだろう。飛んでるから、ダメージ、与えづらいのかなと思ったけど、それ関係ないのか。強切り。いてててじゅじゅーん。この三角目で二回書くのがもう絶対に許せない感じ。これ登ってる時は回避率高いとかなんですかね。また僕が分かんないんですけど、こんなに盗めないってなるとすごいいいもの持ってるような気がするな。よいしょ。ダメか。どうにかして盗みたい。ケイン上がります。上がります。よいしょ、よいしょ。あ、鈴木、最後に話せてよかった。最後なんてもういいの。私たちの作戦でたくさん人死んじゃったし、きっとその報いね。あ、そうですか。まあテロリストみたいなもんですからね。でも誰かがやらなきゃいけなかったから仕方がないんじゃないですかね。入ってって。盗めない。そっか、飛んでたから盗めなかっただけね。なんなん、見せていいもんじゃないんだな。よいしょ。見てて。よいしょ。たまにエーテルが盗めるんでそれは熱いんですけどね。よいしょ。
ネルって魔法の潜水みたいなもんでしょ。ドラクエでは結構高価だったんですけど、メガファンタジーだったらお店で売ってるんですかね。そんなことないかな。でも魔法の潜水よりは貴重度はそんなに高くないイメージはあります。よいしょよいしょよいしょ、6回かな。イエーイ、くるくる。ここが頂上かしら。お、どうしたこれは。鉄か、鈴木、来てくれたのか。気をつけろ、奴らヘリで襲ってきやがる。ヘリ、本格的に来る前に装備を整えた方がいいわね。じゃあちょっと整えますか。って言ってももう別に装備は整ってるからな。回復だけして、いいかな。早速来たわ。ヘリ船、メタルギアソリッドみたい。遅かったっと。このスイッチを押すと、はい、おしまい、作業終了。あらまあ、解除しなくちゃ。鈴木、サオトメお願い。そういうわけにはいかないぞっと。タークスのレノ様の邪魔は誰にもさせないぞっと。タークスのレノ様か。で、盗みましょう。ピラミッド。なにこれ。壊せるものなら壊してみろっと。どうするの、壊せんのかな。ピラミッド状態になってると攻撃できないみたいな感じかな。ちょっと、これね、壊せますよ。おー、いけた。そういう感じだ。何も持ってない。貧乏か。悲しいなぁ。まあ普通に戦えますかね。またピラミッドだ。女の子を監禁する趣味があるな。シャイン、いて。に対して110だったけど、普通の攻撃55だったから、物理攻撃 50% カットしてる状態なのかな。または50ダメージ引くような計算のゴーグル、ちょっと分かんないんですけど、よし。全員閉じ込められたらアウトですね、ピラミッドでね。そんなことになるかどうか分かんないですが、そろ時間だぞっと。何が？あ、もう引き上げちゃうの？何の時間だろう。爆発する時間かな。じゃあ間に合わないのかしら。くるくるー、解除してるのかしら。多分大体できないパターンだよねこれね。解除。鈴木、踏み方がわからないの。やってみて。ただの次元爆弾じゃない。あれ、斎藤？その通り、それを操作するのは、どこかのバカ者が勝手に触れると困るからな。お願い、止めて！クックック。緊急用プレート解放システムの設定と解除は信頼役員会の決定なしではできないのだ。マジか。ごちゃごちゃうるせえ。いや、話聞こうよ。そんなことをされると大切なゲストが怪我するじゃないか。斎藤！あや、知り合いなのか？最後に会えてよかったな。私に感謝してくれ。
斉藤どうする気だ。さあな、我々ターコスに与えられた命令は五大使の生き残りを捕まえろということだけだ。ずいぶん長い時間がかかったが、やっとプレジデントに報告できる。ですか、大丈夫だから。あの子、大丈夫だから。いて。すぐ手を挙げる。DV 目、あの子って、マリンちゃんかな？だから早く逃げて。クックック、そろそろ始まるぞ。逃げ切れるかな？そっか、爆発しちゃうから。あらー、これは逃げないと。まずいでしょ。